来ました。わお、本当に街中にあるんですね。僕じゃからみんな帰宅の、ソニーピクチャーイメージワークスさんです。マイクロソフトと同じビルです。来ました。こんな洒落た街で作ってるんですね、はい、いやーね、ど真ん中に会社作る必要ないのに、はい、ど本当にど真ん中ですよ、ね。はい、おまけの夜です。映像作家でおまけの夜の人柿沼でございます。すいません、ちょっと僕ボロボロ編集しまくって部屋にこもってるんで、ちょっとすいません、こんな身なりで。この前、スパイダーバースの感想会をずいぶん前ですね撮ったんですけれども、その時にですね、僕がこんなすごい映画をピクサーでもなく、どこがどんな人が作ってんだっていう話をですねしたんですよ。そしたらですね、コメントの方に実際のスパイダーバースを作ってるアニメーターの方から、僕もこういうチャンネルやってますという連絡が来まして、でそこでですね、僕はこれはチャンスだと思って、もう直接ツイッターに連絡してカナダに行ってきました。でカナダに行って、3名のアニメーターの日本人ですね、日本人のスパイダーバースを実際に作ってた3名のアニメーターの方にインタビューさせてもらいました。それが4月でございます。で実はこの時、この時何を作ってたかっていうと、スパイダーマンファーフロムホームだったんですね。だから実際その映画はまだ完成してなかったので、そのお話は聞かなかったんですけども、このスパイダーマンに携わっている方たちにスパイダーバースのお話と、まあ、仕事のお話っていうのをですね聞いてきました。ちょっとね、場所が少し悪くてですね、カナダどこでも音楽鳴ってて、でちょっとお店で撮んなきゃいけなかったんですけども、もう音が結構うるさくて正直聞きづらいです。なのであのすいません、なるべくテロップ入れました。あとちょっとですね、僕もなんかものすごい正直テンション上がっちゃって、もう会えたのが嬉しすぎて、正直僕すごい態度悪いなっていう、ちょっと編集見ててなんかこいつ偉そうだなとか思ったんですけど、すみません、本当それもちょっとお見苦しい点で、なんとか最後までね聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではどうぞ。実際にスパイダーバースを作られてた方でいいんですよね。そうです、はい、実際に作られた方のところに今日はインタビューしにはるばるカナダまで来ました。すごい、よろしくお願いします。ソニーピクチャーズイメージワークスの、アニメーターをやってます藤原です。同じくアニメーターをしています島田達之と言います。同じくソニーピクチャーズイメージワークスでアニメーターやってます園田博也です。よろしくお願いします。園田さんということで、すごいですね。ちょっとだから僕からしたら、ただのファンが集まって喋ってたら本物のところにたどり着いたような気持ちです。今日本物なんてとんでもないです。スパイダーマン動かしてたんですよ。動かしました。スパイダーマンじゃないですか。命吹き込んでたってことですね。そうです、本当は柳生さんもむちゃくちゃ来たがってたんですけど、いやすごいお会いしたかったです。柳生さんには会いたかった。柳生さんお会いしたかったです。おまけの夜ブルーめちゃくちゃ見させていただきました。ありがたい。僕らもあのマーベル作品とか関わってるんですけど、全然知らないことが多いんですね。歴史家とか全部柳生さんに教えていただいたあの動画でまさかのそんな逆流ありますか。いや本当に。あと僕、はい、ジャスティスリーグの回やったじゃん、映画に関わってたんですよ。でも映画あんまり受けなくて、はいはい、VFX をやってる。はい、そうですね。本物じゃん。いや嬉しい。だから僕も映画とか見てて、もうスタッフロールが羨ましいんですよ。僕は制作に関わる方なんで、アイアンマンとかも見ててもどうやって作ってるか想像もつかないんですよ、僕なんかからしたら。アカデミー賞取っちゃったじゃないですか、スパイダーバース。もうナンバーワンじゃないですかこれって。いやもうナンバーワンですよ、僕からしたら。すごいですよ、だからもう僕はだから本当に羨ましくて羨ましくてしょうがない人たちに今会ってる気持ちです。あんまり実感ないよね。ないんですか。意外と元は僕側ですよね。もう映画見てもうすげーって思ってたわけですよ。いまだにそうです。今もそう。いやそうですよ。あ、もうめちゃくちゃいろいろ聞きたい。まずスパイダーバース見て、僕はもう本当に驚きの連続だったんですよ。特にアニメーションって、まあ手書きでも全部そうですけども、めちゃくちゃ分担されてるんですよね。ワンカットワンカット違う人が作ってるような、だから監督が一緒に撮影して作るものとは全く多分別のこう工程だと思うんですよ。
はい、そういうのってやっぱり結構一人の、作り手の結構センスとかって画面に出てくるものです。出てくると思います。逆に他のカットに嫉妬したりしますか？いや、しますよ。めちゃめちゃありますよ。やっぱあるんだ。めちゃくちゃあります。すごいのばっかりですもん、本当に。恐ろしいのいっぱいありますね。ちなみにありました、すごいし。多分一番いいショットを持ってたの、彼で。映画にはなかったんですけど、一番最初のティザートレーラーが出て、モエリスがタクシーを飛び越えて、最初の 2D になるところとか。ベノムの時も流れてました。その時も流れてました。それはやっぱすごいんですよ、そこを担当するって。いや、すごい。かっこいい。初め6人ぐらいなんですよ。アニメーターが、本当少ないチームから始まるんですけど、彼が一番初めのアニメーター。へー、すごい。2年近くやってたよ。そうですね。僕らは1年弱くらいやってた。1年もやってたんですね。あ、そう、途中から参加されるんですね。はい、どん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 増えていく。人が増えていく。はい、そうです。それはなんでなんですか？最初は中核はやっぱ小規模でやった方がいいんですか？うん、そうですね。へー。やっぱりテイストを決めたりとか、そのアニメーションスタイルを決めたりとか、モデルのテストとか、いろんなことをしないと。あとはそのフェイシャルの基本の形とか、はい、歩きはどういうふうに歩くか、ちょっと技術的なんですけど、はいはいはい、要はキャラ設定とかも、ね、あらゆる設定を決める段階から参加されてると思います。すごっ。すごいですよ。うわー、たまんねー。じゃあどういったカットに、逆に嫉妬されたカットとか。嫉妬したカット、やっぱり一番最後、あのマイルズがビルから飛び降りて、はい、電車にあのウェブをシュートして、で引っ張られて最後空中で回転しながらこう、あのベッドのシーンに繋がれて、はい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 、あそこ、あの落ちてくる、こう寝ながら落ちてくところです、はい、あそこは基本的にそんなにあのアニメーターが長い尺のショットを複数もらうってことはそんなにないんですよ、ソニーの場合は、はい。そこ一連は一人のアニメーターが担当してて、彼はあの今年のアニー賞って言われるキャラクターアニメーターにとっては最高栄誉みたいなやつの受賞者なんですけど、彼は、彼が そこをやって、まあ、いいなと思いながら。あと俺今この話聞いてめっちゃいいチャンネルだなって思いましたよ、自分のチャンネル。こんな話しないしないですよね、なかなか。しないっすよ、なかなかしないです。メンバーの人しか知らない。そうですね。ちなみにそういうカット作る時っていうのはもうコンテが決まってるんですか？そうですね、一応大雑把にはストーリーボードっていうのが あって生まれてはいるんですけど、ああいうアクション系のショットになると結構アニメーターがいろいろ試行錯誤してアイデアを入れたりっていうふうに。こうやってカメラワークしたらかっこいいんじゃないかとか。そうですね。僕が担当したのはドクターオクトパスの戦いが多かった。最高じゃないですか。その中で追いかける、はい、追いかけてくる。あ、じゃあマイルスが最初にスイング覚醒するとことかそこもありますし、メイおばさんの家の中で戦うこともある。はい、あ、僕が嫉妬したところは同じ日本人のショットで、はい、ゴブリンあのストップモーションっぽいよ、ね、バン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 ね、この画面を飛び回ってスパイダーマンを追いかけていくところが、はい、僕結構いろいろやってるんですけど、一つは、スプレーを塗るところ、はい、おじちゃんとグラフィック、はい、そうですね、グラフィックとかをやるところと、あと雲ですね、そこの雲のところをやりました。で、あとラボのその上にこう捕まってるところ。あ、はいはい、歌っちゃうとこですか？はい、そうです。歌う前なんです。歌う前、はい、やあそこいいですね。で、あと最後の列車でバーン、はい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 、あの、っていうあの、王やってるんですか？王やってますあれでも7回ぐらい作り直しました。王を7回ぐらい、はい、それは、もう芝居ですか？もういや、それはもう最後の戦いのシークエンスの時にまだエディットが終わってなかったんです。はい、それが最終じゃないんですよ。あ、もうどうつながるかまだ見えてないみたいな、はい、そうなんですよ、はあ、しかもオーディオも変わるっていう。ああ、音ハメも分かんないみたいな。分かんないで、もともと全然違うショットだったのがあれになったんですけど、はい、そこのエディットが どんどん変わる中で、それに合わせて毎週のように違うバージョン出してる。僕はもう単純にみんなが上がったマイルズが覚醒すると思うんですよ。あれもめちゃくちゃ後半で良かったですね、うん、最後に持ってきたのが飛んで一瞬ちょっとスローになるじゃないですか、はいはい、
で、あそこであれを大きいこう映画館の画面で見るっていうその状況が僕はすごいこうゾワッと。あとちょっとブルーがかってるんですね、絵全体が。で、あれもめちゃくちゃクールでかっこいいですよね。で、こう落ちたら上下が天地ひっくり返った絵になって飛んでるように見えて、あれやばいですね。あれめっちゃいいですよね。めっちゃベタなんですけど。しかも特に僕アニメーションですごいなって思うのはパースが嘘っぱち。アニメーションの場合ってめちゃくちゃ嘘つくじゃないですか、はい、ビルの流れとか、はい、まあ、そんな距離でそんな早く動かねえよみたいな。だからそういうのもアニメーターがもう考えて実験しながら、あ、このタイミングで着地したら気持ちいいとか、そういうことを繰り返してるってことですよね、はい、あと何フレいや前の方がいいとか、そういうことやり続けてるってことですよね、はい、1フレ範囲でやってます。それを何日も何日もやってるってことですか。そうですね。皆さんはアニメーターだからキャラを動かしてる段階でから、あれがどうなるかっていう最終仕上がりは知らないんですよ。知らない。で、実際どのタイミングで見るんですか。その自分が終わ仕事が終わって次の工程に渡した大体1ヶ月後くらいにはいろいろ他の人たちがみんな頑張って、はい、頑張ってやってるのが見れる。上がってきて、はい、でそれ見て、あ、どんどんイメージを具体的にしていくみたいなことですよ。あ、こういう映画なんだな、こういう風になるんだみたいな。だからその試写とかをそのプロダクションの途中でやってくれるんですよ、はい、で僕らが作ったものをまとめてその一つのシークエンスとかでこう試写で見れるんですけど、見て驚くことがすごいです。おお、めっちゃかっこいいみたいな。どんな感覚それ自分も作りてたのに。普段なんかいつも、ま、パソコンのモニターで仕事してるんで、会社にあるそのシアタールームででっかいスクリーンで見ると、はい、わーすごいってなりますよ。その時はもうやっぱ普通に僕が映画見て感動するような気持ちで感動できちゃう。感動です。自分の担当箇所が来る場所分かってるんですけど、やばい、来る来る。すごいな、映画の世界はやっぱり。すごいっすね。今回の映画ってあらゆる表現が入ってるじゃないですか。入ってますね。できねえよみたいないんですか。思うことはありますけど。もちろんそのアニメーションスーパー、僕らアニメーターなんで、はい、その僕らの上にリードアニメーターとか、はい、アニメーションスーパーバイザーっていうポジションの上のポジションの人がいるんですね、はい、その人たちはとてつもなくうまいんですよ。あ、でその人たちがこう僕たちの技術を引っ張ってくれるっていうのはもちろんあります。実際に作られるカットって何カットぐらいなんですか。だいたい1週間で2秒ぐらい作るんですよ。1週間で2秒。はい、で普通のアニメーションの映画だとだいたい3秒ぐらいなんですよ、最近の。で今回しかも24フレームなんですけど12フレームで良かったんですよ、はい、あー、そのリミテッドアニメっていうか、そうなんですよ、2コマずつっていうのがあったんで、はい、もちろんアクションショットとかだと1フレームずつになるんですけど、はい、そういうの以外は要は12枚やから24枚を作るのに1週間かかって。でも悩んだり、はい、さっき試行錯誤って言ってましたけど、あ、やってみてちげえなって思ったらもっとやり直すわけですよね。だから実際は21枚時間かけて1枚ずつ作っていくって話じゃなくて、そうですね、作り直してますね。それ結構なプレッシャーじゃないですか。結構ものによっては5回ぐらい作り直してますね。それ実際5回ぐらい作り直すとどんぐらいかかっちゃうんですか。僕は3週間ぐらい。じゃあ実際映画2年間ぐらい関わって自分が作った制作物って1分満たないとかそういうことですか。そうです。あ、何秒ぐらい。僕は1分半ぐらい。1分半、2年で、はい、2年で1初期からいって最初から1分半、ね、1分超えたら長いって言われます、ね、120分あったら1人1分でも120人とかです。そうです、そうです。2年ですよね、1人そんだけのものなんですね、やっぱりね。スパイダーバースでそんなに日本人が参加してるってこと自体多分あのびっくりされてると思うし、というか日本でこんなに話題になってないし、なんかあんまし思ってた話題になっていいんですよね。いや、なんか僕も親に言ったらなんか近くの映画館でやってないって言ってて、いや俺めちゃくちゃジブリファンでジブリ大好きなんです。で毎回その
風立ちぬ取れなかったな、アカデミー賞取れなかったなとか思ってて、撮ってるわけじゃないですか。撮ってない映画の方が公開されてますよね。いやもっとだから誇らしい、僕はすごい誇らしいなって思うんですけど、日本人の方が働いてて、まあ、それでだからどうやってこの仕事にありついたのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。僕は長い、まあ、そうですよね。しかもあれね、ゴジラやってたんでしょ、アンギラス。ゴジラやってました。ゴジラ、ファイナルウォーズのアンギラス。日本にいた時。だからゴジラアンギラスです。知らなかった。すごい。アニメーション。すごい。ジャンプしてぐるーんって回ってこうボールに変わるとか。それでなんでそこからカナダに。こっちであのハリウッド映画を作りたいっていう。はい。まあ、元々アニメーターなんで、ピクサーのアニメーションがすごい好きで、はい、あとは、まあ、スターウォーズもやりたい。本当にミーハーなんです。俺もや。さっき。それこそやってるうちにアカデミー賞に取るね、あの作品に関わりたいなと思ってたんで、今回本当取れて、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。どうやって来たんですか。じゃあ働きたいと思って、はい、どうされたんですか。まあ、日本で初めそういう専門学校、はい、CG を学ぶ専門学校に行って、でその後と日本で仕事を4年間してでワーホリで来たんですよ、13年前、はいはい、でワーホリで来てもう全然日本人もいなくて、でそこで半年ぐらい語学を勉強しつつ、でたまたまあの CM の会社があったので、あのやってもらってから始まりました。はい、でそこからこうサバイバルというか、はい、もう半年ぐらい仕事がない時期があったりとか、うわもう胃がみたいな。うわ、それでじゃあ仕事もらったら、はい、そこで成果出して、はい、次の仕事つなげてみたいなことを地道にやってったんですね。探しながらなんとかこう貯金を切り崩し、うわでなんとか仕事を、でもその時はゲームの会社なんで、大変だ。キャリアいろいろやってるのはそういう理由なんですけど、なんとか生きてきたって感じですか。いやすごい。今こんなヘラヘラしてますけど、すごいですね。ヘラヘラしてますけど、いやずいぶんすごいと思います。やっぱりタツさんは。僕も同じです。僕はもう子供の時からスターウォーズの賞を獲得した。あ、スターウォーズが、はい、大学で勉強して、はい、であの日本で普通に CG デザイナーとして就職して。あ、就職されて、はい、日本でも4年ぐらい働いて、でその日本の会社でスターウォーズのテレビシリーズクローンウォーズがあるんですよ、はいはい、え、ポリゴンですか。あ、そうです。ポリゴンピクチャーです。はい、知ってます。あ、僕1回で仕事したことあります。ノンタンやってて、これ、ああ、やってました。監督がいて、なんかわかんないですけどコンテが上がってきて、タイミングを僕が切るっていう仕事。へー。そのタイミング通りにあの CG が上がってくるんで、全く未経験っていうか、本当にその道で言ったらズブの素人なのに、なぜか僕がやることになって、だからそれもちゃんとエンドクレジットに載ってました。あ、そうなんですね。でその時にクローンウォーズやる機会があって、でもそのポリゴンピクチャーズ1年だけしかクローンウォーズの仕事がなくて、はい、でも俺はスターウォーズ好きだからクローンウォーズやりたいとして、他どこの会社でやっているかっていう人は台湾でやってた。あ、へえ。で僕台湾に行ったんです。クローンウォーズ追いかけて行ったんですか。行ったんですよ、マジで、はいはい、台湾何語かも知らなかったし、台湾がどこにあるかも知らなかったんですけど、クローンウォーズはそういう経験をもとにしてカナダに来た。やっぱあれですね、ただものじゃないですね、やっぱり。その話聞いたら、僕は小さい頃にピクサーのモンスターズインクの映画を見て作りたいなと思って日本の大学に行って、 CG の授業あるかなと思ったらなくて、何なら一緒にやろうと思って独学でやって、で福岡のゲーム会社が撮ってくれたので、福岡のゲーム会社で3年間アニメーターとして働いて、でバンクーバーに行って。あ、まずバンクーバーに来たんです。で、それはじゃあ就職したから来たんじゃなくて、じゃなくてもう完全に知り合いも誰もいなかったです。やっぱただもんじゃねえわ。それでバンクーバー来て就職活動した。何のつてもなく自分の家でしまじまアニメーション作ったりして。あと今回結構そのストリートカルチャー強いじゃないですか、はい、そういうのって皆さん勉強されるんですか。でもアニメーターはあんまり関係ないんですか。アニメーションに関しては僕たちはアニメを決定します。ああ、何のアニメですか。日本のアニメ。へえ。それが多分結構違ったので、
ナルト、ナルトがめちゃくちゃ今までナルト、ナルトも入った日本のアニメを参考にしたっていうのは結構新しい。あー、え、でもそれ言ったらペニーパーカーとか思いっきり 2D アニメーション、あー、そう、日本のアニメのアニメーションって感じしましたけど、そこだけじゃないんだ、そこ全体的に日本のアニメ、まあ、そのファーストを使うっていうのは結構日本のアニメを、はいはいはい、かなり、はぁ、アクション系は結構、はい、じゃあ、まあ、日本でも有名なアニメーターの人たちいるじゃないですか、はい、動きファーストとかで言うと、はい、じゃあそういう人たち影響下でもあるってことですよね。いや、そうですよね、はい、めっちゃそうですね、めちゃくちゃあります、ね、なんかペニーパーカーはペニーパーカー専用で、その可愛い女の子が出てるアニメを抜き取って、それ専用でまた参考資料のライブラリーが作られる。じゃあなおさらもっと取り上げてほしいですね。いや、そうなんですよ、いや、本当に何なんでしょうね。本当に日本のアニメーターさんは本当にすごいです。いや、そうよ、やばっ、マジそうですよ。どういうとこがすごいんですか。ちょっと僕、わかんないと思いますけど、カメラワークがすごい上手なんですよね。だんだん動くの、カメラもキャラも動くんですけど、ちゃんと見えるし、視認性も高いですし、動きのアイデアがすごいよね。こういう動きするんやっていう、どっからアイデア出てくるんやろうは結構あって、はい、チーム全体が日本のアニメで勉強してるってことなんですか。そうです、はい、へぇー、特にファイトはね、ファイトシークエンスが戦いは戦いとかは本当に上手いですよ。ナルト以外に何見ました。ワンパンチワンパンチあ、そうなんですか。いや、本当そうです。はい、見ていただいてありがとうございます。この後ですね、店が閉店になっちゃいまして、急に、終了となってしまいました。で、皆さん時間もないんでね、そのまま帰っていかれてですね、ちょっとぶつ切りな感じになってしまいましたが、すごく貴重なお話を聞けたんじゃないでしょうか。で、ちょっと、トリビアとしてですね、一個こぼれ話お話しさせていただきますね。アニメーターの方っていうのは、まあ、CG アニメーターの方なので、まあ、作品の全てを作ってるわけじゃないです。聞いていただければわかるんですけども、もうほんとほんとすごい細かい大変な作業で、映画の中でも作れるっていうのは一部分なんですね、その一人が作れる部分っていうのが。で、どういう風にやってるかっていうと、まずアニメーターの方がいて、もちろんいろんな工程があるんですけども、何よりですね、このマーベル映画っていうのはですね、チェックがすごい大変なんだと。で、アニメーターの方がキャラクターを動かして命を吹き込むわけです。アニメーターのその動きのチェックがですね、まあスーパーバイザーとかですね、それが何層も、上には上のチェックがいるらしいんですよね。で、その上に監督がいて、で、その上に、プロデューサーがいて、で、その上にマーベルがいるらしいんですよ。だから、どっかのタイミングで、ダメだったらやり直しなんですよ。もう監督のチェック通ってもプロデューサーでひっくり返されて、で、プロデューサー、監督もプロデューサーも OK 出したのに、最後にマーベルスタジオがひっくり返すっていうことが、よくあるらしいんですよ。だからもうめちゃくちゃ作り直してるみたいです。だから、マーベルっていうと、何作ってもすごい面白い。面白い作品を作るのが当たり前みたいになってきてますが、やっぱり携わってると、あれこれどうなのかなって思うシーンもいっぱい出てきて、でもそれがいつの間にかなくなってて、で、新しいカットが上がってきて、それをもう一回作り直してって、何回も新しいカットを作ってはしてって繰り返していくうちに、うわぁ、面白いもん出来上がったってなってくると言ってました。だから最初から面白い映画ができるんじゃなくて、面白くなるまで作り直してるみたいです。で、なんでこんな話をしたかっていうと、今回お話を聞かせていただいたこのスパイダーバースという作品に関して言うと、このソニーが、ソニー参加での、作品だったので、なんと直接監督とみんな個人的にやり取りしながら、ビデオなりメールなりで、監督と直接やり合って、で、アニメーターがアイデアを出して、それはいいね、良くないね、とか、この動きおかしいね、とか、そういうことをやり合いながら作っていけたって言ってました。だからそれはすごい貴重な体験で、監督と直接やり取りしながら、こんなね、長編アニメで、しかもアカデミー賞を取るような作品を作れたわけですから、いやー、素晴らしい人たちに僕はお会いできたなと思っております。で、最後に、それでですね、最後に僕の方がちょっと思ったことなんですけども、このスパイダーバースという作品はマイルズがですね、スパイダーマンになるお話なんですが、そのスパイダーマンになる時に未来から来た、ピーター・パーカー、ピーター・ B ・パーカーに、どうやったらスパイダーマンになれるのっていう話をするんですね。そしたら、わからない。ただ、一歩踏み出すには勇気が必要だ。ということを言うんですね。
で彼らのその今回インタビューさせていただいたアニメーターの方のお話を聞くとですね、ほんと全てを投げるってキャリアも捨てて日本からただ映画がやりたくて素晴らしい作品に携わりたくてカナダに行って、でカナダで何もない中今のものを掴み取るって、そしてスパイダーマンを動かす、スパイダーマンだなって思いました。本当にスパイダーマン作っちゃったわけですから、すごいお話、本当に映画の話ともう実際の話がもうリンクするような思いで僕はこの話を聞かせていただきました。でなんとこの藤原さんっていう方ですね、もう優しい方なんですけども、この後、ファーフロムホームの感想会の動画の方に、生電話で出演していただきます。素晴らしいですね、こんなことなかなかないんで、ぜひそちらの動画も、ご覧ください。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。あとツイッターやインスタもやってますので、ぜひそちらもチェックお願いします。ごいごい。